本日配属されました神奈美雄一です。草薙スイートです。あなたはキルドレですか？君は大人になりたいと思う？僕たちキルドレは年を取らない、永遠に生き続ける。空で死ぬまでは。あなたは待っていたわ。彼女はとびきりのエースだったから、仲間たちより少しだけ長く生きて自分や他人の運命に干渉することを覚えたのよ。気がつくといつも君のことを考えてる。帰るの？かわいそうなんかじゃない！同情なんかであいつを侮辱するな！その銃で私を撃って、さもないと私たち永遠にこのままだよ。何度君と出会い、何度空で戦い、何度君と愛し合ったんだろう。やっと分かった、キルドレである意味、君と出会った意味。それは「スカイクロラ」。